東日本大震災で被災した岩手県陸前高田市。震災当時は17歳、高校2年生でした。震災が起きた時は、今はグラウンドになってますが、第二体育館の方にいて部活動をしてました。で、揺れが起きて、その後波が見えて、こっちの今校舎が建ってます。その当時はまだ山のままで、土手が切ってあっただけのところにそのまま這い上がって逃げてきました。はい、市街地の大部分が津波によって壊滅して、1000人以上の方がお亡くなりになられた。まだ行方不明のままの方もいらっしゃいます。どうなるんだろうっていうのが第一印象だったと思います。あの時津波に飲まれた人がいるっていうこと自体思いに至らなかった。みんな助かってるだろうと思ってあの当時はいて、その後これだけの被害が起きたっていう数字を見た瞬間に、あの中に何人もいたんだなって思うのがやっぱりその後ですね。もちろん支援に来ていただいた自衛隊の方々、各都道府県の消防県警の方々の助けがあって、5月の連休ぐらいから学校生活に戻れたっていう形で、とりあえずもう目の前にあることをしていくしかなかったっていう日々でした。あれから10年、これから10年、今回は陸前高田市の森林組合で働く村上俊介さんにお話を伺いました。陸前高田市森林組合の業務課で森林の管理とか、あとは業務管理の方を行っております。例えば実際に山に生えている木を伐採して、あとは製品になるように長さを揃えて売買させていただいてます。で、その切った後の山に対しても様々なその苗木を植え付けて、太くなってくれば混み合ってくるので、その間隔を空けて木が適切に成長できるような仕事をしています。村上さんがこの仕事に就くきっかけは、私中学校の時にこの森林組合の職場体験3日間受けさせていただきました。で、その当時の職員の方々に実際にチェーンソーを持たせていただいたりとか、そういう体験をさせていただいて、まあ、林業っていう選択肢が常に頭にある形になって、もともとは公務員志望だったんですが、震災もあって、まあ、変わっていく故郷があるんですけども、その中で地元に帰ってくるっていうのが一つの恩返しなんだと思って、組合の門を叩かせていただいたという形になっています。今では自分が教える側になっているそうです。職場体験で年に2名から3名ほど各学校から来ていただけるので、まあ、林業ってこういう仕事してますよと分かりやすいように教えたりもすることはあります。どうしても日本の山っていうのは戦後植林がされたので、人の手が加えられた山っていうのはその後も人が最後まで管理をしてあげないとうまく山が育っていかないっていう状態にあるので、近いけども遠い存在になっているその森林に関して少しでもいいから興味を持ってもらいたいっていうのを常に話はさせていただいてました。はい。村上さんの10年後の目標とは。どうしても山というのは植えてから製品になるまで50年100年という長いスパンです。家族であれば3世代4世代5世代そういうふうに世代を超えたご先祖様からの贈り物だと思います。なのでそれを次の世代子孫に対しての贈り物として、その再造林であったり山の管理を地域の人たちと一緒になって今まで以上にできればいいなと思ってます。未来につなぐ森林林業、東北の未来は明るい。